よ、ナルト。あれ、イルカ先生。そろそろ任務から帰ってくると聞いてな。どうだったんだ、今回は。あのさ。ってわけで、ガーラもなんとか元に戻ってさ、ほんと、よかったってばよ。あ、どうしたの？いや、これからは木の葉と砂の関係がより密接になりそうだと思ってな。そうだな。まったく、どんどん大きくなっていくな。さてと、そんじゃイルカ先生、俺行くってばよ。ああ、これからも頑張れよ、ナルト。ナルトか、帰ってきてたのか。なあなあ、なんか新しい任務ってない？お前さっき戻ってきたばかりだろ、休息は取らなくていいのか？休息ならもう十分取ったってばよ。だから今元気あり余ってんだ。ああ、なんというやつだ。で、で、なんか任務ある？ちょっと待ってろ、自然に調べさせる。一つだけナルト君でもできる任務がありますね。よし、それは俺がやってやるってばよ。お前たちってば。ナルトくん。おお、なんか知ってる匂いが近づいてくると思ったら、やっぱナルトだったか。やっぱ牙か。それにヒナタも。そんでお前は誰だっけ。冗談ならばよした方がいい。なぜなら、それだけでも相手は傷つくからだ。ああ、そのめんどくせえ喋り方は、死の。なぜ喋り方で判断する？いや、懐かしいな。帰ってきて早々、砂にね。お前も大変だな、いろいろとよ。まあな。それはそうとだ。
お前がここにいるってことは、俺らの相手を引き受けたのは、うん、この俺だってばよ。やっぱな、こりゃちょうどいい機会じゃねえか。お前と俺らがどれくらい強くなったか、バッチリ試せるってわけだ。俺の強さ見てビビんじゃねえぜ、キバ。その…オタオタしてんじゃねえぜ、ひなた。ちゃんとついてこいよ。さあ、思いっきり行くってばよ。強くなってんじゃねえか。うん、正直驚いた。厳しい修行だったからな。弱くなってたら大問題だってばよ。本来ならば第二回戦と行きたいところだが、今回はこれで十分だ。あれ、そうなの？うん、もともと戦術を見直すための手合わせだからだよ。そういうことだったのか。久々にお前とやり合えて楽しかったぜ。俺もだ。よし、それでは先ほどの反省点を踏まえて戦術の練り直しだ。んじゃ、俺が協力できるのはここまでだな。頑張れよ、3人とも。うん、今度飯でも食いながらゆっくり話でもしようぜ。ああ、任務はとりあえずこんなもんかな。一応綱手のばあちゃんに報告しに行くか。隠れのこと聞いたぜ。随分活躍したらしいじゃねえか。しかもるはまだ中任試験の仕事が終わんねえのか。ねえ、たく、やらなきゃならねえ雑務が多くてな、なかなか暇になんねえぜ。頑張ってくれってばよ。
完全に人事だよな、お前。おーい、捕まる。あん、あれ、ナルト、ジョージじゃねえか。ってなわけで、俺ってばさっき砂から帰ってきたとこでさ。ほう、大変だったね。相変わらず食ってばかりだな。お前、昔よりで…誰だ。見つかりましたか。ご丁寧に、あれほどの殺気を出して、俺たちを挑発してんのか。お前、何者だ。君が、渦巻ナルト君だね。突然で悪いけど、君の実力を測らせてもらうよ。だと？おいおい、問答無用かよ。ジョージ、ナルトを援護するぞ。うん。遠投開始。なんだってばよ、こいつ。力、弱いな、君。誰だってめえ。また会うことになるよ、ナルト君。名前はその時にでも。あいつ、一体…ジョージ、やっぱりここだったのね。え？ったく、アスマ先生が早く来いって怒ってんよ。ごめん、イノ。なんか変なやつが襲ってきて。変なやつ？変なやつって、あれ、ナルトじゃない？いや、変なやつってナルトのことじゃなくて。ナルト！もういいよ、ジョージ。この空気がめんどくせえ。へえ、そんなことがね。あいつ、初めて見る顔だった。一体何だってばよ。あ、いたいた。ん？さくら？
なんか用でもあるわけ？あんたにじゃないわよ、ナルトに用事。俺に？何？綱手様から伝言があって、新しい範囲を紹介するから屋敷まで来いって。は？新しい範囲？どういうこと？詳しい話は師匠がするって。とにかく屋敷に行くわよ。わ、分かったってばよ。ナルト、気をつけとけよ。何かきな臭い感じがするぜ。ああ。第2章、二人の再会。ほらほら、さっさと師匠のとこに向かう。あ、分かってるって。ばあちゃん、新しい範囲ってどういう？てめえは！どうも。なんだ、もうナルトと知り合ってたのか、サイ。はい。なんでてめえがここにいやがんだ？さっきはごめんよ。これから同じ班の仲間になる人の実力を知っておきたかったんだ。同じ班だと？その通りだ。お前たちとサイはこれから同じ班の者として行動してもらう。なっ。そしてこの新生第7班はヤマトにまとめてもらう。ヤマトって？僕がヤマトだ。よろしく頼むよ。ちょっと待ってくれってばよ。カカシ先生はどうしたんだよ？カカシは先の任務での疲労が回復しきっていない。しかし今回の任務はその回復を待つほど余裕がなくてな。だからこうして僕とサイが新しい班員として選ばれたわけさ。そんな。さて話を進めるぞ。今回お前たちにやってもらう任務は偵察、そして捕獲を主とした任務だ。捕獲任務ですか。詳しい話はさくら、お前から説明しろ。はい。以前暁のサソリと交戦した際に、奴のスパイがオロチマルの元にいることが分かりました。そしてそのスパイとサソリが近日中に草隠れの天地橋で連絡を取り合う手はずになっています。なるほど。しかしそれが暁の罠である可能性も考えられますね。確かにな。だがせっかく手に入れたこの情報をみすみす見逃すわけにもいかん。オロチマル、ひいてはあのウチハサスケの情報が手に入る可能性があるからな。サスケの情報が？うちらサスケか。確か3年前までカカシ班の一員で力を求めオロチマルに下った少年だったな。とにかくだ、お前たちには今から天地橋に向かいスパイを拘束、そして木の葉まで連れ帰ってきてもらう。了解しました。サスケ。別に飯なんか食わなくたって平気だ。ほらよ。なんで
なんでだってばよ。なんで俺なんか。余計なお世話だ。知るかよ。体が勝手に動いちまったんだよ。バカ。なんと、俺はお前とも戦いたい。ナルト。ああ。この任務、絶対失敗できねえってばよ。さて、これよりカカシ班は天地橋へと向かう。各自準備が整い次第、木の葉の門に集合だ。集まったね。サイか。こいつ誰かに似てると思ってたけど、サスケに少し似ているような気が。そんなにジロジロ見ないでください。ぶん殴りますよ。てめえはいちいちムカつく言い方しやがるな、こら。別に悪気があるわけじゃないよ。こういうキャラ位置を狙っていこうとしているだけだから。やっぱてめえはダメだ。すっげえムカつくってばよ。おいおい、隊長を前にしていきなりそれはないだろう。ナルト、単には信頼とチームワークが大切だってカカシさんにも教わったはずだ。こいつはカカシ班の班員じゃねえからだ。俺たちカカシ班のもう一人の班員はサスケだ。こんなやつ俺は認めねえ。いや、僕もそっちの方が気が楽だよ。木の葉を裏切り、弱いくせに力ばかり求めてオロチマルの元へ走った。そんなオロチマルと同じようなゴミ虫野郎と一緒にされたくないからね。てめえ。ふう、二人ともそこまでだよ。これ以上の言い争いはなしだ。でもこいつは。まったく、そんな調子じゃ今回の任務は成功しないよ。確かにこの班は即席の班で、互いのことを知り尽くしているわけじゃない。でもね、任務は必ず成功させなくてはいけないんだ。目的は4人とも同じなはずだよ。わかるだろ。はい。さあ、それじゃ天地橋に向けて出発だ。みんな仲良くね。みんな、ちょっといいかな。目的地に到着する前に一つやっておきたいことがあるんだけど。やっておきたいこと？前にも言った通り、今回の班は結成して間もない上に
互いをあまり知らない。だからここは実力を確認するために一つ手合わせをやっておこうと思ってね。手合わせですか？これから二人一組のバディを組んでもらってチームプレーでの模擬戦を行う。チームはナルトとサイのチーム、そして僕とサクラのチームの二つ。よろしく。この手合わせを通して君たちの戦い方を把握させてもらう。チームの連携は任務の成否に関わることだから、三人とも気を抜かないようにね。了解。よし、それじゃ始めるよ。惜しかったね。げっ、ちくしょう。なるほどね。さっきので二人の実力がよくわかったよ。さえ、お前、仲間って言葉知ってっか？知ってますが、それが何か？てめえ、なんでもっと援護しなかった？お前の援護があれば。援護があれば隊長を倒すことができましたが、それはどうでしょうね。あの時の君は明らかに冷静さを欠いていた。そんな人に肩入れすれば逆に僕にも危険が及ぶ。んだと？個人能力の低さを人のせいにしないでください。今回の失敗は君自身が招いた結果です。俺はお前なんか仲間として認めねえ。サスケ君ならどうしましたかね？君をかばいながら戦ってくれたでしょうか？君からしたらカカシ班の仲間ですからね。里を裏切り君を傷つけた人を仲間と呼ぶのならね。その仲間を救うためなら何だってやるさ。お前とだって組んでやる。ナルト。さ、手合わせは終わりだ。そろそろ先に進もうか。あ、はい。そろそろ天地境か。よし、ここで休憩を取るよ。それじゃ自己紹介してもらおうか。名前と夢とか、まあそんなのだ。
名は内葉佐助。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にある。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望は一族の復興とある男を必ず殺すことだ。気になることがあるんですが。何？なぜ彼はサスケ君のことをあんなにまで。ナルトはサスケ君のことを兄弟みたいに思ってるから。あなたにも大切な人っているでしょ。だったらその気持ち少しはわからない？いや、全く。え？僕にも兄と呼べる人がいたけど、その人が死んだ時、僕は何も感じなかった。それどころか、一体どういう顔を作ればよいのか、それすらわからなかった。それじゃあ、まるで…そう、僕には感情ってものがないんだよ。サイ、ヤマト隊長、救急はもういいだろ。ああ、そうだね。さあ、僕らも行きましょうか。サイ、何です？私、あんたがサスケ君の悪口を言うたびに殴ってやろうと何度も思った。でもそうしなかったのは、ナルトがサスケ君を救うためなら、サスケ君をバカにするあんたとでも組むって言ったからよ。あんたがどんなやつだろうと、サスケ君を救うためなら、あんたを傷つけるわけにはいかないから。さくらさん、君はナルト君に、優しいっていうのかな、こういうの。どうしてそんな感情が湧いてくるのか、僕にはわかりませんが。何やってんだよ！早く行こうぜ、さくらちゃん！ここが天地橋。さて、ここからが任務本番だ。みんな準備はいいかい？おっす。よし、それじゃあナルトたちは物陰に隠れていてくれ。まずは僕がサソリに変化して情報を引き出してみる。緊急の際は僕が合図を送るから、その時は一斉に出てきて援護を頼む。わかりました。